はい、来年1月にゴールボール日本選手権が開催いたします。はい、星野京子さん、いつもパラスポーツの情報ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールボールはつまらないって一言言って、星野さんにめちゃくちゃ叱られたことがあるんですけれども、今回パラリンピックでゴールボール見て興奮してしまいました。面白かったです、すごく。それと、あの、星野さんの情報でもう一つ面白い情報があるんですが、はい、パラスポーツの写真を撮っている写真家の越智貴雄さんが、義足のダンサーとか義足のファッションモデルの人とパラスポーツを、一緒にしたその写真展を大阪でやっておられるんですね、はい、大阪芸術大学のシティなんていうんですか、校舎、はい、あそこの、アベノハルカスにあるんですけど、はい、そこで10月24日まで写真展をやっておられるそうです。越智さんの写真、もし見たことのない人がいるならば絶対に見た方が面白いっていうのは、もうパラスポーツのね、素晴らしさ、もうびっくりしますよ、はっきり言って写真から伝わってくるんですね。はい、今日はちょっとお見せできないのが残念だっていうぐらいなものです。はい、じゃあぜひ大阪へ行かれる際は足を運んでみてください。もうぜひとも見ていただきたいですね。はい、わかりました。